木城ゆきとは日本の男性漫画家。本名は木城五度。東京都出身、千葉県育ち、茨城県つくば市在住。作品に SF 漫画、ガンムガール』。弟の木城つとむは兄専属で漫画アシスタントをしている。1967年、東京都大田区蒲田に木城家の長男として生まれる。両親は当時肉屋を営んでいた。 1> 約一年後、千葉県柏市坂西に引っ越し、父親はタイル職人に転職する。企業は幼い頃から絵を描くことが好きで、小学生の頃には大学ノート15冊に自作の漫画を描いている。1982年、茨城県へ引っ越し、筑波高校へ入学、美術部に在籍した。この頃から漫画家になることを目指し始め、 高校在学中に1000ページの原稿を描き上げることと新人賞に入賞することを目標に漫画を描き始める。高校3年生在学時の1984年 SF 漫画機械を第15回小学館新人コミック大賞に投稿し入選する。同作品は漫画雑誌週刊少年サンデーに掲載されデビュー作となる。 高校卒業後の1985年、新聞小学生として、東京デザイナー学院の商業デザイン科に入学するも、学校へはあまり行かなくなる。その後、同人誌活動を一時期行っている。1988年からは、商業誌に活動の場を移し、読み切り作品を数本描いている。この活動を通じて、後に就営者で、 企業の担当編集になる人物と出会い、この担当とのやりとりで1990年の前半には、ガンムの原型となる作品のネームができている。その後、ガンムの連載が決定し、1990年12月発売の各週漫画雑誌ビジネスジャンプにて初の連載を開始した。1994年、作者曰く、ある事件がきっかけで現行恐怖症。 対人恐怖症のノイローゼ状態となり、ガンムは当初考えていなかった結末に差し替え、連載を終了した。その後は、ウルトラジャンプにて、敗者、水中騎士を、連載、2000年より同士にて、ガンムの続編となる、ガンムラストロダーを連載した。しかし、ガンム真相版における、表現問題をめぐって集英社と騎乗との間で、トラブルが生じ、連載は中断し、 ガンム・ラストロダーは2011年にイブニングで遺跡連載することとなった。ガンム・ラストロダーの連載は2014年に終了し、同年よりガンムシリーズ最終章を銘打ったガンム火星戦記をイブニングにて連載している。漫画以外では広い王子のファンタジー小説新記録帝国の差し絵を担当している。ありがとうございます。